ポール・ジャネ・ポール・アレクサンドル・ルネ・ジャネは、フランス・パリ出身の哲学者、作家。主観的に記憶される月日の長さは、年少者にはより長く、年長者にはより短く評価される、ジャネの法則を考案したことで名高い。なお、o いは、ジャネの法則を自身の著作で紹介した、心理学者のピエール・ジャネである。1823年4月30日。 フランス・パリに生まれる。リセサンル以降、高等師範学校で教育課程を修了し、1845年から1848年にかけてブールジュで倫理学の教授を務めた。その後の1848年から1857年にかけてストラスブール大学、1857年から1864年にかけて リセルイコールルイコールグランで教えた。1864年からは、ソルボンヌ大学で哲学の職に就き、1880年には、アッカデミア、デイ・リンチェイに入った。1899年10月4日、パリで亡くなる。ジャネは、ラファミーユ、イストワールデラフィロゾフィーダンエル、アンティキティダンルトンモダン、イストワールデラサイエンスパリティック。 フィロソフィーでラレボリューションフランセーズなどと、哲学、倫理学、政治学に関する論文を多く表したが、ブリタニカ百科辞典第11版によれば論文が独特すぎて目立たなかったとされている。しかし、同国の哲学者であるビクトル・クザミやドイツの哲学者であるゲオルク・ビル・ヘルム・フリード・リヒ・ヘーゲルの影響を受け、デイオリ・デラン・ボラールでは、ドイツの哲学者、 思想家であるイマヌエル・カントに言及している。1911インスイクロープデア・ブリタニカ、ジャネット・ポール・ウィキソース。ありがとうございます。